はい皆さんこんにちはタカラトクトですさあ今日も動画を撮っておりますそしてですね今日はですねなんとなんとこの情報発信の可能性についてもうただただ語りたいというね、えー、タイトルなんですけれどもこれはですねなんというかですねもう本当にすごいあの可能性の塊なんですよまあ、例えばですけど。 まあ本当にお金を稼ぐというところで、この情報発信ができればですね、本当にね、もう自分のこう思う額を稼げるという、そういった可能性を秘めている、稼ぎ方の方法ですね。はい。そういったものの可能性をただただ語らせてください。はい。ただ絶対、あのね、損に、ね、損な情報ではなく、むしろ得する情報ですので、 あのまあ、たとえい,いろんな、ね、ネットビジネスも世の中あるんですけどねこの情報発信というのはもうこの稼ぐ、えーまあ、ビジネスモデルの本当に基礎中の基礎じゃないかなと思います物販とかは、ね、結構コツコツ系なんですけど、うんまあ、投資とか、ねまあ、いろんなものありますけどこの情報発信ぜひぜひあの最後まで聞いてください、はい、絶対損はさせませんのででは早速始めていきたいと思います はいじゃあそもそも情報発信情報発信っていうのは何ですかというところですけどここはですね例えばですけれどもあなたが持っているスキルですとかねこれまでこう勉強してきたまあ知,知恵とか経験、えー、あなたがねこう世の中に、えー、こう提案できる価値というのが必ずあるはずなんですね何か1つでも100個でも。 そそうういいいったもののを本当にそのままです、ね、発信していくということこなんですね、えー、例えばあの芸能人テレビで見るんで芸能人なんかもある意味では自分たちの情報を発信してその価値をこう世の中に認めてもらっているわけですよね。まあ、ファッションモデルモデルさんですとか本当にえっと俳優さんもそうですし、まあ、歌舞伎役者でもそうですお笑い芸人でもそうですし自分のね本当に持っているこうスキルですよね。 芸能人というのはスキルとか、まあ、見た目を磨くのもスキルですし、えー、まあお笑い芸人でしたら本当にちょっと笑わせる人を笑わせる、はい、ものあとはですね本当にこの下の部分ですねテレビとか雑誌の広告、えー、とあと料理番組やテレビショッピングこれも情報発信になるんですねこのテレビや雑誌の広告もある意味では、えー、と人の、ね、こう目を引くキャッチコピーとかそういったノウハウを凝縮させていますよね 短い時間とか一瞬の、あのー、時間を使って、えー、人の心をつかみます。電車の中吊りね、ね、えー、皆さんが乗っている電車の中吊り広告なんかもね、上手ですよね。この人のこう興味を引く。あれなんかもすごく勉強になりますよね。あと、この料理番組とかね、テレビショッピング、これも情報発信に、えー、なりますね。もう料理番組ですと、こう、 本当に自分もこんな料理作りたいなとか思うじゃないですか身近な食材とか使ってあとテレビショッピングもねもう今ならなんとね1万円引きとかでんとかいう感じでよくやってますしもうねあのジャパネットのダガタみたいなところねとかあとは、まあ、化粧品販売とかねもうすごくやってますよねこういったものもあの全て含めて情報発信 という形になるんですよあと個人で言うと、まあ、ブログですとかフェイスブック YouTube、えー、いろんな媒体を使って皆さんいろんな情報をね発信してますね各言う僕もですね音楽チャンネルなんかも持ってますしそこでライブとかね、えー、こんなギターがありますよとかそういったものも情報発信になりますとにかくあなたが持っているねもう経験ですね経験とか人間味あとはもう世の中のためになる、ね、価値を提供するというのが情報発信に なっていいきますはい、じゃあ実際に稼げるのっていうところですけれどもこれはですねもうぶっちゃけていいですかぶっちゃけぶっちゃけていいですか稼げますはい稼げますこれはすごい可能性を秘めているということなのであの言っちゃいますけど稼げますなんで稼げるのっていうことですけど一つ例を挙げると自分でこの商品を作ることができるんですよ 自分で商品を作ることができまます。2回言いました、はい。商品の中身っていうのはですね本当に何でもいいんですよ、はい、何でもいいっていうことですけどあのスカスカなものだと,だと売れないですしたとえ売れてもあのクレームが来ますのであの中身はちゃんとあのしっかり質をね伴っているものをあの作ってください <laughs>、はいえっと、じゃあ私を例に挙げましょうかねえっと まあ、例1なんですけれども、例えば1万円の商品を作って、はい。これ1万円の商品の内容なんですけれども、そうですね。じゃあ私がやっている、まあ、例えば、まあ、物販。ね。ネット、インターネットを使った物販ですけれども、その、一旦、インターネットの、えー、物販ノウハウをね、こう、ぎゅっと詰め込んで、うん、この、えー、1万円の、 ね、私が作った物販ノウハウを買っていただければあなたは月5万円稼げますと。はい、ということで1万円のね、えー、自己投資で月5万円の、えー、利益を、えー、出すとそうすると、まあ、4万円の儲けですのでねこれすごくあの、うん、結構いい,いいヒントなんですけれども、えー、そういった商品を作ることができるんですね。じゃ例えばその1万円の商品を作りました。 そしてそれを10個販売すればもうすでに10万円の利益なんですね。はい。まあこの商品の作り方っていうのはいろいろあるんですけど、まあそうですね。まあ本当にヒントをお伝えすると、まあ、世の中の方たちが求めている情報をですね、もうあなたの経験や知識を使って商品化してください。そしてそれをまあインターネット上でもいいですし、まあ、情報なので、 えま例えばですね、PDF にしたり、YouTube で動画をね、コンテンツを作ったり、本当にコンテンツ化ですよね。はい。そういったものをあのすればですね、えー、売れるはずです。はい。世の中の方が求めている、あなたが売りたいものを作ってもなかなか売れないです。世の中の方たちが求めているものを、えー、しっかりリサーチ、調べて、えー、作れば、ね、そして販売すれば、あの売れるはずです。はい。 これちょっと私も実際今ね、検証中なところですのでね、えーえー、ぜひね、結果が出次第、すぐに報告はしたいと思います、えー。本当にね、商品の内容って何でもいいんですよ。結構、でノウハウ系っていうのはすごく今、世の中ね、インターネット、えー、使ってる方がほとんどですので、そういう方たちってやっぱ自分たちのわからないものを検索するじゃないですか。 それ、世の中の人たちが知りたい情報をあなたが持っていれば、それはすでに商品になり得ますのでね。はい、ぜひ、あの、振り返ってみてください。じゃあ、例えば2ですけれども、じゃあ仮にあなたがすごく専門性のね、高い情報、ノウハウを持っているとします。じゃあそれで10万円の商品を作ったとします。じゃあ、例えばですけれども、まあビジネスはね、数量かける単価なので、10万円の商品を10個売れば、 出てるんですよこれ夢物語でも何でもなくてですね本当にあなたが10万円の商品ねもうその10万円の商品をじゃあ1年かけて作ったとしてもですよ1年後にそれねすごく世の中のリサーチをしてあなたの持っているノウハウと当てはめてこれだったら10万円の価値あるだろうっていうものを商品を1年かけて作ったとします。それをです、ね、10個月に 月月にでですすね10個売れば月収100万円なんですよこれはね本当にそのままなんですけどうそやんって思うかもしれませんけど実際にこれは世の中でもういくらでも出てますのでこういった情報のね、えー、インターネットだけじゃないですよ本当に10万円の商品っていっぱいあるじゃないですか,、ね、か価値のあるですね価値のある10万円の商品です、はい、ただあの本当にえっとに価値のないほんとスカスカなね 物、えー、を10万円で売ったとしてもし仮に売れたとしたらあの逆に詐欺であの訴えられる場合がありますのでそこをしっかりあの気をつけてくださいね10万円の価値1万円の価値、えー、そのどちらもしっかりその値段に見合ったものをしっかり提供するという気持ちで、えー、行えばですね、えー、しかもそれが世の中のニーズとマッチしていれば売れるはずですそうすれば月収100万円なんですよはい 単純ですけれども、これがこのビジネスのすごいところで、はい、月収100万円、例えばですけど、まあこれ例えばかりですいませんね、あの、車をね、100万円100、100万円は少ないな、400万円の車を売ったとしても、あの自動車の営業マンですよ、えー、が、400万円の車を売ったとしても多少のね、あの、還元はあると思うんですが、これってでも実際、 400万の車を、ね、月に10台とか、ね、20台というかなかなか売れるものでもないですよね1人の営業マンが。なのにもかかわらず例えば10台売ったとしてもその還元で月収100万円いくかって言われたらちょっと難しいっていうふうに、ね、私は知り合いのディーラーから聞いたんですが、はい、そういう世界なんですよ。なので400万を10台売っても月,月収100万いかないのに10万円の商品を10個売れば、ね、あなたの商品を売れば月収100万円ですねここをぜひポイントですので。 押さ、えー、えていてください。はい、じゃあ、例え3。ということで、えー、代理店ビジネスとして人の商品を売るというね。発信をして売るということも可能なんですね。えっと、これはまあネットワークビジネスも代理店ビジネスと言われます。けれども、あそこはちょっと紹介人数によってこう報酬のねこう、えー。ボーナスの還元率が変わってくるので、ちょっとそこは一回抜いといて、代理店ビジネスで有名なのは例えば保険業ですよね。 保険の代理店さん。あ、はっはーくね。あ <laughs>、昼のははーとか、いろいろあるじゃないですか。はい。そういったものも代理店ビジネスですよね。そういったものも OK ですし、あの、人が扱っている商品。えー、まあ、例えば高額なものもあるかと思うんですけど、そういったものを発信して販売することもできるんですね。これは、例えばコネクションだったりとか、自分でね、代理店、 起こしたりとかっていうのは必要なんですけれどもね、このあたりはね、どうやったらいいかっていうのはちょっとあの、専門性、専門性というか、あの、ちょっとしたコツとかコネクションが必要な部分もあるので、これぜひ、あの、宝得とラインアウトではぜひ聞いてください。どうやったら、ね、こう、わ、まあ、これは代理店ビジネスっていうのは自分の商品を持っていない。もしくはね、ちょっと作るの大変だなっていう方向けですね。はい。逆、ほん実際に、あの、保険の えー、保険業に携わっている方で、例えばですけど、メジャーリーガーとかね、プロ野球選手とかプロスポーツ選手の保険をガンガン取っている方はですね、普通の会社員としてもあの月収100万円、ね、達成している方全然いますので、そういったやっぱり部分、世界ありますのでね、あの可能性無限大なんですよ。はいまあ、これ後でちょっとまとまめて えー、いきますのでね可能性無限大ですはい。さあここですね誰にでもできるんですかはいえっ、ー、とここはですねうーん前の僕でしたら誰にでもできますなんて軽く言っちゃうところだったんですけれどもあのー、まあ正直言うと8 頑張れば、頑張ればというかですね、ちゃんと努力、正しい方法を行って、あの日々、ね、コツコツできる方であればできます。はい。しかもですね、初期投資はゼロ、もしくは少額でできるんですね。はいえ。ゼロというのはですね、あなたが持っているパソコンやスマホで始めることができます。で発信する媒体はね、先ほど申し上げた SNS、Facebook、インスタ、a g r a Twitter、 あとは YouTube、ブログ、ほかにもありますかね、はい、そういったものでできますので、えー、初期投資はもうほぼゼロ、ね、あの登録は SNS なんかはほとんど無料ですので、はい、もうスマホはね、もう誰もが持ってますよね。はい、で、この少額っていうのも、まあ、例えばですけど、まあ、これもヒントで、ね、出しますと、えー、情報発信っていうのは、あなたがじゃあ本を買いました、一冊1500円の本を買って、あなるほどと。 こ、うん、こういうういいいいとがあるんんだっていうねどんなジャンルの本でもいいでもすよでそれをあなたなりにこうしっかり組み立ててあの商品化して売り出すことも可能なんですね。世の中の、えー、方たちでそういった情報、ね、あなたが読んだ本の内容を知りたいという方もいるはずなので、はい、なのでこの場合1,500円の本の仕入れであなたがいくらの商品を作るかは、まあ、あなた次第なのでただしっかり 値段に見合った以上の値段以上の価値をしっかりねあの相手に提供できる商品を作ってください。はい、ということなので再現性ってやっぱ人によるところがあるんですよ、えー。コツコツできる正しい方法をしっかりコツコツやってしかもあの日々継続ですね、うん。この情報発信の一番の肝っていうのはもう継続なんですよ。はい 継続は力なりっていうのもまさしくこの情報発信のためにある言葉ですけど、これを毎日しっかりね、やりつつ、この、勉強をね、怠らない。自分の知識をしっかり増やしていくという学びの部分を、えー、できる方であれば、あの、しっかりとね、結果が出せると思います。はい。あとはね、この顔を出さず、あの、SNS というと結構、なんていうんですかね、自分の顔を出したりとか、 結構、自分、自己開示していかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、そちらの方がもちろん信頼性が高いです。信頼を得ることが、あのね、容易にできるんですが、実際にはね、顔を出さずに自分の、まあ、声、声を出さずにやってる人もいるのかないるかもしれませんね。えー、顔を出しせず、自分の声と、まあ、えー、だけでできう、ガンガンね、稼いでる方もいます。本当にいます。あとはね、えー、そういう部分ではスピーチの 技術ですね。話す技術。あとはね、文章を書くライティング技術があれば、なおいいです。しかも、この部分って、あの、プロのライターさんが書くような記事を書ければいいかと言えば、そうでもないですし、アナウンサーのように喋ればいいかというと、そういうわけでもなく、あのね、例えば、スピーチの技術、ライティングの技術、それぞれが1.5、1.5ずつぐらいの、1.5流、1.5流の 技術を掛け合わせれば一流の結果が生まれるんですね。ここ重要です。はい。1.5流を掛けて、ね、掛け算で足していけば、はい。それぞれ、えー、こう、掛け算ですよ。掛け算すれば一流結果出せます。はい。えー、スピーチの、ね、人前でまあまあ普通に話せると。ライティングもまあ結構、えー、人より上手に、えー、書けると。それプラス、えっ、ー、と、あと何ですかね。うん。あなたの持っている知識も、 1> は 1. 流この3つをかければ、一流の結果を生み出せるという。ここをぜひね、あの、頭に置いていてください。ちょっと書いておきましょうね。えー、1.5流をかけ合わせることで、一流の 結果が得られる実際に世の中で稼いでる方たちってもうほぼほぼこういった形で稼いでますね一流の結果を出すために、まあ、私はギタリストですけども22年まだ一流とは言い,言い切れません言い切れませんがプロとして活動する中でやはり15年目ぐらいにやっとギターを始めて15年目でやっとプロになりましたしね22年で 安定して仕事もらえているかなというところなのでやっぱ時間かかるんですねですが1.5流を掛け合わせることで、ね、一流の結果って得られるのでこれっても,うもっと早く聞いとけばよかったと思いましたけれどもねはいこれ是非頭に入れてってください、はい、ではまとめです、はい、情報発信はあらゆるコンテンツをね商品化することができるんですよもう何でもいいです料理でもいいですしね車が好きな方であればもう本当にその車に関することはい 情報に関してはすごく専門性をね、どんどん高めていけばいいと思いますし、それをもう YouTube でね、もうこう、まあね、僕が撮っているように、YouTube でこう、ひたすら語るだけでもね、ファンの方つくと思いますし、もっと詳しく教えてくださいっていう方もいるかもしれませんしね、あなたが持っているね、もの、知識、スキル、うん、そういったものをね、コンテンツして商品化してください。そして商品の質によってです。 もうね、例えばまあ自分で、えー、っと、なんですかね、じゃあ起業するコンサルをしますと。はい。稼げるコンサルをします。それはあなたが、えー、っと稼げるようになってからのことなんですけれども、うん、稼げないうちからね、100万円のコンサルーティングができるかって言われたら、できる可能性の、ね、できない。 じゃないですすかかねねででできるんですか、ね、でも結局ねこのコンサルを受けてくれた方を結果出させないと結局こう、うん、詐欺呼ばれされても仕方ないですのでね、はい、この商品の質によって自分で値段決められますのでねでも最初は例えば1,000円の1,000円で1万円の小遣い稼げる情報あの1,000円の出資で1万円のお小遣いが稼げる情報なんかでも売れそうじゃないですかね。 1000円もらって、じゃあ1万円の情報あげますよと。はい。それでも9000円の儲けなので、はい。それを何個売るかっていう話ですのでね。なので、この稼げる可能性って無限大なんですよね。はい。いやー、これはね、もう、僕もワクワクしてるところですけど、あ、自分でも商品作れるし、ね、僕が培ってきたこの、ね、音楽の知識なんかもすごく、 商品ができるんじゃないかなと思いますしね。これちょっとこれ以上言うとライバルが増れそうなので言わないんですけど、ここでは。はい。ですので再現性はこうジャンルやその人のスキル、経験でも左右されるものですが、よく考えてくださいね。今現在、その、作れなかったとしても、先ほど言ったね、代理店として人の商品を売ることもできますし、今後ね、この今日から 自分のスキルとかね、こう経験っていうのをこうどんどん上げることができるわけなので、1日30分勉強すればね、人はもう1年、まあ、3ヶ月でだいぶ変わってきます。英語なんかもね、喋るようになりますし、そういったところでね、こうスキルとか経験っていうのは今後上げていくことができます。なので全然諦める必要はないです。情報発信は本当に日々の努力の賜物でしかないです。継続の賜物ですので、はい、ここはですね、再現性は自分自身で。 ぜひぜひ、あの、高めて、はい、ください。諦めなければ、情報発信。諦めない心があればね、情報発信。本当に、あの、すごく可能性を持ってます。はい。ただね、この動画だけではちょっとわかんないよ、という、はい、方ですね。この情報発信、この初期投資なしの、えー、ビジネスにチャレンジしたいというね、野望を持っている方。えー、そしてね、情報発信ビジネスの、もっと具体的な話をしていきたいね、ちょっと突っ込みたい、突っ込みどころもあると思うので、 もっともっと話を聞かせてくれよっていうことであればですね、あの、無料でね、あの、アドバイスもしていますし、えー、最近ではですね、この、えー、収入、収入に関する、あの、カウンセリング、ね、収入方法とかね、あなたに合ったカウンセリングなんかも行っております。そういった部分はですね、宝得と公式 LINE アット、えー、こちらですね、アットマーク、小文字の XJQ。 数字の9026小文字の A、アットマークを入れて検索をしてください。またはね、動画の説明欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをクリックして、ぜひぜひ登録して、情報発信教えてくれーっていうことでね、あのー、連絡ください。はい、有益な情報を、えー、お伝えいたします。はい。じゃあ、ここまでね、語ってきましたけど、情報発信、本当にすごいビジネスというか、まあ、インターネットのね、 時代ですね。本当にそれはもうしみじみ感じてますしね、私もしっかり結果の方ねあの出させていただいてますので、はい皆さんにお伝えすることできます。はいでは登録お待ちしております。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。